ここからは言えば言うほどです。はい。さあ、ということでございまして、今度は何の話をしようかなと思っております、はい。今週一週間も、まあ、いろいろ話題がありましたからね。はい。漏れちゃったものかな。これ、もうバラバラですけども、うん、ちょっと言いましょうかね。はい。こっち、ツンパカルティーハさんからいただいております。逆から読んだら入ってるか、パンツ。はい。ツンパカルティーハ。ありましたね。ミキミキから言わない。ミキミキツンパカ。カルテイハ。キミキミがくっついてる。そういうことやな、ね。はい。なことはどうでもいいんですが。この前、奈良公園の鹿の話がありましたが、はい。12月2日付の読売新聞の奈良版に次のような記事に載ってましたよ。奈良市の奈良公園で、1日、ホルンの音色で鹿を呼び寄せる鹿寄せが始まりまして、観光客を楽しませたということでありましたが、まあ、これは毎年のことですけども、はい、それ以下のところがちょっと新しいと。午前9時半、奈良の鹿愛護会の職員がベートーベンの田園の一節を奏でると、100頭以上が一斉に駆け寄ってきて、前佐のどんぐりを頬張ったということでありました。1892年、今日は歴史の話が多いですね。うんうん、この公園に鹿の保護施設6園、鹿という字を書きますね。はい、6園が完成したことを祝って、ラッパで、こう、行ったことが始まりでありまして、ということでありました。で、この6園というのは、もう一遍言いますけども、鹿もこれね、うん、これも記事に載ってましたけども、昨今、はい、ものすごい鹿、あそこ、うん、奈良公園なんか道路バーッと通っとるやないですか。市バスも通ってません。はいはい、ありますね。跳ねられる鹿が大変多いらしいです。結構、道路普通で走ったりとかしますからね。うん、で、そういうような鹿を保護するところ、これ世界で初めてらしい。はい。はい。ここしかないらしい。これが6円。ここしか。ここしか。悔しい。悔しくなってきた。いいでしょう。はい。ごめん、話残しようって。はい、どうぞ。はい。アダラフィアで、そっちの方の役に回りたい。はい、まあ。とにかくそういうこと、はい。ここしかないらしいんです。ここしか、ここから来たい。ええ、じゃない。あ、そうや。はい。その施設が、はい、はい、はい。で、これが、うん、まあ、この方は、ずっとそのことを、と言いますか、いわゆる、6円の話をずっと書いてありますが、私が見たニュースは、はい。この大変に多いということと、初めて、はい、今まではこれ、鹿の、いわゆる収容所やったんですね、うん、いわゆる。ここを今度公開します。というニュースが。今年一番、うん、新しいニュースでございます。この6円を。はい、6円を。で、これ今言いましたけれども、交通事故で、怪我した鹿ばっかりではないらしいです。はい。はい。これ厳しいですよ。いわゆるその、観光客を襲ったりとかですね。うんうん、そんなことするやつはこの収容所に入れられるんです。だから収容所。収容所と僕はそういう話をします。病院ではなく。病院ではない。収容所と言ったのは僕はそういうことですよ。怖い鹿おるもんね。おるおる。で、それはちゃんとね、見ててね、はい、お前こっち来いって言ってね、バーッとしょっぴかれてくるらしいんですよ。はい、6円の方に。で、とうとう歩いてって、はい、もうしません。ガンガンお前、ええ加減にせよ、言いながら、はい。もうしませんから。多分ね、一緒でね、何年勤めればいいことはないらしいです。あ、そうなんですか。はい、やっぱその時のでもほら、もともと気が弱いんやけど、その時たまたまちょっとムッとしただけなんやけど。たまたまムッとしたような、そんな心がけのやつもいらんです。いかんの？厳しいね。はい。鹿の一生、観光客に。ね、はい、危害を与えないという人しか、あそこには人やって。ちょっと向かってくる鹿がいたら、はい、6円連れてくぞって言うと、6円という言葉を聞くと、うわーともうね、はい、あー、これいかん、叱られた。あちょっと言わせてもらいました。嬉しそう。嬉しそうや。めちゃくちゃ嬉しそうや、ね。はい、失礼いたしました。